夜間夜間は湯沸かしに用いられる、主に土瓶系の道具である。英語からケトルと呼ばれることもあり、そこが丸いものを夜間、そこの平らなものをケトルと呼ぶこともあるが、両者は明確には分けられないとされる。夜間は鉄、主にステンレスやアルミニウム、周酸アルマイト、あるいは銅や真鍮等の素材で作られており、放浪仕上げのものもある。直接火などの熱源にかけて、 湯沸かしに用いる。形状的には、球形内視円柱の本体側面に、杉口が、上部には大きな取っ手がつき、取っ手の付け根には注水用の蓋構造がある。取っ手、つまみはプラスチック、鶴巻き、ナイロン、フェノール樹脂が使われている。一体化したものやネジ止めのものがある。大きさは用途によって様々である。一般に、 家庭用としては2から3リットル程度の大きいものから、独身者や個人用の1リットル未満のものもある。あるいは工事現場の販売で使われるような10リットル程度のものもある。すなわち需要に合わせた製品が製造販売されている。単に水など液体を運搬するための簡易容器にも用いられる。密閉性はなく、傾けるだけで中の液体が次口から出るようになっている。 なお、これを、コンロないし裸火にかけて、中の水を加熱するために使う場合もある。単に湯沸かしの用途のみならず、冬場には水を入れて、ストーブの上に置くことで沸騰させて、中の水分を放出させ、部屋の空気が乾燥するのを防ぐことにも利用されている。また、夏場では、これに氷とともに、水や麦茶を入れたものが利用される場合もある。なお、日本では、 湯沸かしという区分で、家庭用品品質表示法の適用対象とされており、雑貨工業品品質表示規定に、表面加工や材質などの表示についての定めがある。江戸時代の夜間。広重、東海道53時、袋井元々は、中国の継口ととってのある、省薬用の加熱器具、調子、別名、薬腸が、時代とともに機能。 形状を変化させたものと考えられる。陶器のものは砂、蝶、茶を入れるものは茶、蝶とも呼ばれた。日本語の夜間は漢方薬を煎じるために使用されていた夜間が変化したものとされ、漢字では夜間と表記されるようになった。湯沸かしに使われた時代は明確なことは不明であるが、1603年、日報辞書に今では湯を沸かす。 ある種の深鍋の胃で用いられているとあり、中世末にはすでに湯を沸かす道具として用いられていたようである。夜間は銅製のものなどが多かった。また、茶の湯釜に継口と弦をつけたものは鉄夜間と称されており、その後夜間釜や手取り釜と称され、さらに鉄瓶と名付けられるようになったと言われている。夜間は現代でも日用生活品の一つとして、 多くの家庭においてよく用いられ、カップ麺などインスタント食品用を調理するとき、あるいは紅茶やコーヒーを入れるときなど、多めに熱湯が必要になる場合にはしばしば利用されている。また、上に述べたように暖房器具と併用して加湿器に使ったりといった利用方法も見られるため、スーパーマーケットからディスカウントストア、あるいは金物店では定番の商品となっている。 業務用途では給食等の配膳で大量のお茶を沸かす必要があるために大型のものを使うことが多い。笛付きや缶一般的に土瓶型であり、全体を持ち上げ沸かした湯茶を注ぐための取っ手と継ぎ口があるのが特徴である。最近は底が平たいものが多いが、日本の伝統的な夜間は丸型で、ハゲ頭のことを夜間等と表現する俗語が出た。次口には、 笛のついた蓋がついていることもある。これは火にかけたまま放置してしまうことを防止するため、内部の水が沸騰して発生する水蒸気が次口から噴出することを利用して、笛が鳴ることで沸騰を知らせるためのものである。現在よく見られる笛付きの夜間のルーツは、アメリカのニューヨークにある台所用品メーカーが1921年に発売したものが最初とされる。 発売当初はアメリカで全く売れず、ヨーロッパでよく売れた。その後、徐々にアメリカでも売れるようになりやがて全世界に広まった。なお、それとは別に2000年前のマヤ文明の遺跡から細い穴のついた土瓶が発見されておりこれは土瓶でお湯を沸かすとヒューヒューと音が出る仕組みであることが分かっているが、これが現在の笛付きの夜間と同じ目的を目的として、 作られたものか、あるいは別の目的で作られたのかは解明されていない。形状が似た道具に急須があるが、直接比にかけないなど、材質や用途は異なる。電気ケトル電気ケトルの内部に堆積した、水垢電気ケトルは、電気的に湯を沸かすケトルである。円筒形の背の高い本体側面に、取っ手と継ぎ口がつき、容器内側の底面はそのまま電熱器となっている。 電気コードがつながった電源ベース上部に本体を置き通電させるものが多い。満水時でマグカップ数杯分程度の水を数分で沸騰できるものが多い。ヨーロッパで従来から使われていた。電気ケトルが2000年代後半頃より日本に再上陸している。再上陸当初はティファールが市場を独占していたが2010年頃より 造印やパナソニックなどの国内企業も参入した。日本国外では電源電圧が高いためすぐに湯が沸き、湯を必要に応じ沸かして使い切るのが普通であり、そもそも台所の定位置で使うものであったが、日本では沸かすのに時間がかかり、従来の電気ポットのように湯を溜めたままは室の床に置くなどの使い方により、子供が誤って点灯させた際に湯がこぼれて熱傷を、 大事故が多発したその後日本国内では二重構造で保温するもの、沸騰後1時間だけ電気的に保温するものが作られるようになっている。電気ポットとの違いは等がある。電気ケトルはその機能を実現させるための水を熱源に当ててお湯を沸かす構造そのものは単純だが、 7 0 0トから 1400W という高出力である。日本国内では電子レンジ、冷暖房機、ヘアドライヤーと並んで容量不足の時にブレーカーが落ちる原因となる家電製品である。高出力にすることで湯が沸くまでの待ち時間を減らしている。電気ケトルに使用可能な 200V コンセントがない家庭では電圧の関係で 1.5kW の製品を使用するので 海外で一般的な 2.2kW や 3kW の製品と比べると湯が沸くまでに時間がかかる。ありがとうございます。